京都大学原子炉実験所助教小出博明さんです。小出さん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして東京には近藤さんです。あ、こんばんは、よろしくお願いします。はい、近藤さん、よろしくお願いします。まずですね、ニュースでお伝えいたしました、この大井の3号機警報が鳴ったという話なんですが、これについて小出さんはどんな感想をお持ちでしょう。はい、まあ、まだよく私自身どういう経過で警報が鳴ったというのを特診できるほどに理解していないのですが、うん、はい、情報がそこまでありませんよね。はい、はい、まあ、小さなトラブルというのは日常的にあちこちで起きるわけで、うん、警報が鳴るというようなことは多分よくあることだと思います。で、問題はそれが本当に重要なことでなったのか、あるいはそうではない、まあ単なる誤動作であったとかですね、比較的軽微と判断できるようなものであったかという、それをもう少し私は知りたいと思います。うん、これ発電機の冷却水の、はいはい、その水のレベルが低下をしたということを示す警報器が一時的に作動したって話なんですね。はい、この発電機の冷却タンクというのは、はい、その原子炉を冷やす水とはまた違うんですか。はい、全く違います。それがもし発電機の冷却タンクの水が減っていったとしたらどうなるんですか。多分発電機が動かなくなりますので、はい、自動的に、インターロックというのがかかっているはずだと思いますし、原子炉を停止させることになると思います。あ、そんなに重大なことなんですか。はい、発電機が動かなければもちろん原子炉は停止しなければいけません。ですから発電機を停止しなければいけないほどに、はい、その冷却水が減ってしまうとか、冷却に支障を及ぼすかというその辺の判断の分かれ道になると思います。今入ってきている情報ではですね、はい、作業員が目で見て点検したら水位が基準に比べておよそ5センチ低かったというんですね。はい、でこの警報器が鳴る設定はですね、基準よりも10センチ低ければ警報器が鳴る設定になっていたと。だそうですね。10センチと5センチの違いが私にはもう全くわからないわけですけどもこれ10センチ水がのラインが低下するということで、警報器がもし鳴っているということであればですね、はい、それはやはり問題なことなんですね。ああ、もちろんですね。警報というのは、はい、正常な動作ができなくなるからこそ警報が鳴るわけですから、本当に10センチ減ってしまって警報が、まあ、出るべくして出たのだとすれば、なんでそれが減ってしまったのかという原因をきちっと突き止めなければいけません。今のところ作業員が目で見ておよそ5センチ低くなってたという話は、はい、まあ、本当にそれ何センチって目で見て分かるのかどうか私には分からないんですが、はい、このあたりのところで、どれぐらいこれ大丈夫なんだというふうに全体を見ていいんですか。すいません、私には今の情報の範囲で言うとよく分かりません。関西電力はね、タンク内の水の流れで一時的に水面が上下して警報器が作動したんだというふうな、それはありえないと思います。ありえない、はい、もしそれだとすればこれまでにもたびたびそういうことが起きたはずですし、はいはい、これまでは多分警報が鳴らなかったということだから、そこで警報点を設定したのだと思います。あ、警報点を10センチ下がるというふうに設定したということは、しょっちゅう10センチ なったら困るわけですよね。なったら困るから10センチに設定しているであろうと。はい、ということは他に事実はある可能性が高いと。はい、私はそう思っていますし、それを知りたいと思います。はあ、例えばどんな可能性があるというふうに思われますか。タンク自身の水位が本当に減っていてですね、うん、作業員の方が5センチと見たのが実はもう警報点に達していたということもあり得ると思います。はあ、そうであればなぜタンクの水が減ったのかをきちっと調べなければいけません。そうですね、はい、本当に警報器がどう潰れていたのか潰れていなかったのかということが分からなければ、はい、ここのところ明らかにならないんですね。そうです。でもしも警報器が鳴るような実態であったとしたならば、はい、これは最終的にはもう原子炉は止まるということにもなりうる可能性あるんですね。はい、ただ発電機
の冷却水ですから、はい、そのタンクさえ、まあ、水を貯められる構造が保てるのであればそれでいいはずだと私は思いますので、うん、もしどこかに漏れがあるというならその漏れを塞ぐための工事が必要になると思います。それにどのくらいの日数がかかるのかで、再稼働がそれにつれて遅れるのだと思います。じゃあ本来だったらやっぱり今回のことは全部調べ上げないと次へ進んじゃいけないってことですか？はいはい、もちろんそうですけどすぐに関電は調べるでしょうし、そんなに難しい調査が必要だとは思いません。あ、そうですか。はい、じゃあすぐに発表してもらわないと困りますが。そうですね、多分明日とか明後日のうちにはもう発表されるはずだと私は期待しています。その期待通りにいくかどうかは見ておかなきゃいけないわけですね。そうですね、先生ね、本田さん、あのこのニュースっていうのはやっぱり僕が引っかかるのは、はい、要するに再稼働を決めてね、はい、でその時に総理が責任を持つと言ったんだけど、はい、そういう責任は持ちようがないわけですから、はい、いずれにしてもその情報の公開をですね、あの前提として、要するに責任というのはあると思うんですが、はい、その情報の公開性においたらもうこれ法令に抵触するようなレベルじゃなかったとか深夜に発表する内容ではなかったとかつべこべ言うてるわけですよ、はい、で僕はあの法令に抵触するようなトラブルではないという言い方もあのその段階でなんでわかるんだと思うし、深夜に発表する内容っていうのは深夜だからこそ発表せないかんということもあるわけでね、はい、あの要するに情報の公開性っていうことについてものすごい疑問を持ちますね、これはい、まあ、関連の自覚が足りないということだと思います。これは安全上問題はないというふうに関連は言っています。はい、この文言をどういうふうに小出さんは捉えますか？はい、それは私としては先ほどから申し上げているように情報が不足しているのでどこまで重要かということが今の時点で判断できませんので、場合によっては関連が言っているように本当に大したことなかったのかもしれないと思います。はい、それでは今度はですね、大阪市のがれき処理が、まあ、正式に決定したということについて伺いたいと思うんです。はい、あのこれまで小出さんはがれきはですね、まあ、焼却は致し方ないとしたとしてもですね、焼却した灰を海に埋め立てては絶対にいけないとおっしゃっていたかと思います。はい、そうです。しかしながら今回の大阪市の決定は結局大阪湾にある夢洲の北港処分場に埋め立て処分する計画だと、はい、いうことですね。はい、小出さんのおっしゃった案は全く通らなかったということになりますか？そうですね、放射能を取り扱う時の原則というものを知らないのですね、はあ、橋本さんを含めて。だけど維新の会の方々は何十人と小出さんのところにいらして、はい、話を聞かれたと聞きましたが、はい、そうです。一番初めに36人だったでしょうか、府議団の方がいらっしゃいましたし、うん、その後もまたあの訪ねてきてくれた府議の方もいらっしゃる人もいるんですね。はい、そうです。で、海に埋めてちゃいけないと小出さんおっしゃったんですね。はい、私はそういうやり方は放射能に向き合う原則を逸脱しているので、うん、やってはいけない。放射能で汚れたものというのは専用に保管をして、うん、隔離できるような保管の仕方をしなければいけないと何度も言いました。残念ながらそうはいかなかったようです。環境省はですね、はい、あの安全性についてこう言っています。処分地の中の海面ですね、海面や整備していない陸地に埋め立てても安全性は確保できると言ってるんです。あのずっと今回の事故からそうなのですけど、安全性が確保できるというような表現がですねしきりに出てくるわけですけれども、はい、放射能に関する限りはどんなに微量でも危険なのです。安全性というような言葉を本来使うべきではないし、どれだけの危険があるということ をむしろ言わなければいけないと思います。そのリスクについて例えばですね、はい、海の、まあ、産物ですね、魚介や海藻などへの影響というのはこれ将来的にどうでしょう？まあ、予測をすることは大変難しいのですが、はい、多分海面に埋め立ててしまうというようなことにすれば、いずれにしても海へ溶け出してくると思います。ですから私は海に放射性物質を
埋め立てに使うというようなことはやるべきでないと思います。もっと陸でそれなりに環境に漏れないような、管理型の処分場というものを作って、そこにまとめて、保管すべきだと思います。水野さん、はい、これ地元っていうのはこの花区ですか？そうですね。この大体この瓦礫の問題っていうのは各ところで住民がいろいろ運動を起こしてますけど、これは橋本さんはなんか市民に説明会開くようにとか言ってるけど、住民の動きっていうのは今のところないんですか？まあ、住民のいろいろな反対の声というのはありますけれども、うん、橋本さんとしてはこの花区民に住民説明会をこれから3回開くと、うん、でもそれで理解を求めるっていう、もうそういう形ですね。いろいろ吸ったもんだが起きてるっていう雰囲気じゃないわけですね今のところ。その大きな吸ったもんだにはなっていないのではないかと私は思うんですけれども、うん、どれぐらい大きな動きにこれでまた皆さんがなるかっていうことは注目しておかなきゃもちろんいけないんでしょうね、うん、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。京都大学原子炉実験所助教小出博明さんに伺いました。